日比谷焼き打ち事件。日比谷焼き打ち事件は、1905年9月5日、東京市麹島地区、現在の東京都千代田区日比谷公園で行われた、日露戦争の講和条約ポーツマス条約に反対する国民集会をきっかけになした、日本の暴動事件。1905年のポーツマス条約によってロシアは、北緯50度以南のカラフト島の活を及び、 借地両党半島の日本への異常を認め、実質的に日露戦争は日本の勝利に終わった。しかし、同条約では日本に対するロシアの賠償金、支払い義務はなかったため、日清戦争と比較にならないほど多くの犠牲者や膨大な戦費、対外債務も含むを支出したにもかかわらず、直接的な賠償金が得られなかった。そのため、国内世論の非難が高まり、 暴徒溶かした民衆によって、内務大臣官邸、雇用新聞と目されていた、国民新聞社、交番などが焼き打ちされる事件が起こった。なお、同事件では、戒厳令、緊急直令も敷かれた。1905年、日露戦争は、東郷平八郎率いる日本海軍が、ロシア海軍のバルチック艦隊を撃破したことを契機に、アメリカ大統領のセオドアルーズベルトの仲介のもと、 アメリカのポーツマスにて、日露の和睦交渉が行われることとなった。当時、日本は、戦争に対する多大な軍備への出費から財政が悪化し、ロシアで持ちの日曜日受験など、革命運動が激化していたた、両国とも戦争継続が困難になっていたのである。相手は兄弟国、ロシアであり、当時の日本には、戦争を継続するだけの余力は、すでになかった。 しかしながら、日本国内では、政府の情報統制により連戦連勝報道がなされ、戦費をまかなうために、多額の増税、国債の増発もなされていた。戦費17億円は、国会予算6年分、外債8億、内債、増税9億。ロシアに戦争継続されれば日本は負ける。可能性が高く、国民にその内情までも伝えれば、ロシアにも情報が漏れる。 可能性があるため日本政府は機密にしていた。そのため国民の多くはロシアから多額の賠償金を取ることができると信じていた。しかし、ロシア側はあくまで賠償金の支払いを拒否する。日露戦争の戦場はすべて満州、中国東北部南部と朝鮮半島北部であり、ロシアの領内は全く日本に攻撃されていないという理由からあった。日本側の全権。 小村寿太郎は、ロシアとの交渉決裂を恐れて8月29日、カラフトの南半分の割譲と日本の大韓帝国に対する指導権の優位などを認めることで妥協し、講和条約であるポーツマス条約に調印したのであった。この条件は、朝日新聞などの予想記事から国民が考えていた、講和条件とは大きくかけ離れるものであった。 日本側は賠償金50億円、両党半島の権利と、旅順春ピン間の鉄道権利の譲渡、カラフト全土の譲渡などを望んでいた。一部政治活動家の中には、イルクーツク地方移動のロシア帝国領土割譲が、されると国民を煽動する者までいた。このため、朝日新聞、9月1日付に、講和会議は、主客転倒、桂太郎内閣に、 国民や軍隊は売られた、小村に許しがたしなどと書かれるほどであった。しかし、小村の交渉を伊藤博文などは高く評価している。また、内閣総理大臣、首相の桂と海軍大臣、海将の山本ゴ兵衛は小村を新橋駅に出迎え、両脇を挟むように歩き、爆弾等を浴びせられた場合は共に倒れる覚悟であったという。 長きにわたる戦争で戦費による増税に苦しんできた国民にとって賠償金が取れなかった講和条約に対する不満が高まった。このため9月3日に大阪市公会堂をはじめとする全国各地で講和条約隊と戦争継続を唱える集会が開かれたのである。その内容は国務大臣、閣僚と元老をすべて処分し講和条約を破棄して ロシアとの戦争継続を求めるという過激なものであった。9月5日、東京、日比谷公園でも野党議員が講和条約反対を唱える民衆による決起集会を開こうとした。警視庁は不穏な空気を感じ禁止命令を出し、丸太と警察官350人で公園入り口を封鎖した。しかし怒った民衆たちが日比谷公園に侵入。 一部は皇居前から銀座方面に向かい国民新聞社を襲撃した。すぐ後には内務大臣官邸を抜刀した五人組が襲撃し、金棒丸ーマルタで裏門からも襲われた。銀座からの群衆も襲撃に加わった。そうして東京市各所の交番、警察署などが破壊され、市内十三か所以上から火の手が上がった。この時、 日本正教会がロシアと関係が深かったことから、ニコライドと、その関連施設も標的になりあわや焼かれる、寸前であったが、この衛兵などの護衛により、難を逃れた。また群衆の怒りは、講和を圧戦したアメリカにも向けられ、東京の中日アメリカ公使館のほか、アメリカ人牧師の働くキリスト教会までも、襲撃の対象となった。これにより東京は無政府状態となり、 翌9月6日、日本政府は、戒厳令、緊急直令による行政戒厳を敷き、この医師団が鎮圧に当たることでようやくこの騒動を収めたのである。戒厳令廃止は11月2日。この騒動により、死者は17名、負傷者は500名以上、検挙者は2000名以上にも上った。このうち裁判にかけられた者は104名、有罪となったのは87名であった。 なお、各地で、講和反対の大会が開かれ、神戸、9月7日、横浜、9月12日でも暴動が起こった。暴動収集後も人々の反発は収まらず、桂首相は、立憲声優会を率いるサイオン寺金持ちと、密かに会談を持って収集策を話し合った。この結果、翌年1月に第一次、桂内閣は、総辞職して、 代わりに第一次サイオン以内が成立した。サイオンや新内務大臣、原隆氏は、反政府側から出された、戒厳令関係者の処分要求を拒絶して、事件の幕引きを図ったのである。この事件の後、大正政変やシーメンス事件に際して起こった、民衆騒城は、政府指導層に民衆の力を思い知らせるとともに、大正デモクラシーの推進力にもなった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。